皆さんこんにちは、ミニマリストの高橋です。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。今日は11月の20日になります。どんどんね、年末に差し掛かってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね、1日 Vlog をね撮っていきたいなと思うんですけど、メインのテーマとしては今回ね、京都の方までお仕事で行くことになってます。京都のね、ある学校まで行って、その学校に入っているホールでね撮影をすることになっているんですよね。まあ、ちょっとね、どんなところかね、初めて行くとこなのでわかんないんですが、その様子もね撮れたらなと思っています。それでは今日も一日ゆっくりとね過ごしていけたらなと思います。最後までぜひご視聴ください。めいちゃん、おはようございます。今日はね、もう散歩済ませたんですけど、ちょっとね雨が降った跡があって、地面がねちょっとねジャリジャリしてましたんで、お風呂でねシャワーしました。全身がちょっと濡れております。今日はどうですか、体調は。ネルさん、今日は体調いかがでしょうか。ネルもメインもね、引き続きねヒートが来ているんですけど、なんかね結構血はね収まってきたように思います。どうですか。朝シャンしたからね、気持ちいいな。何散歩にね行きたいなと思ってるんですけど、まだ全然真っ暗なんですよね。どうしようか迷ってます。どうしようかな、真っ暗な中行っていこうかな。ちょっとやっぱ外の空気を吸うっていうのはね、めちゃくちゃこうねストレス軽減になるような気がしてます。めちゃくちゃリフレッシュできる。だから行きたいんですけど、まったりしとるな。今日の天気はこんな感じです。いや、基本的にね曇ってるからね、あんまり明るくならないですね。ちょっと雨も降ってきたんで、今日は散歩やめとこうかなと思います。ネルさん、行ってきます。みーちゃん、行ってきます。はい、仕事にね向かおうかなと思いますが、雨は止みました。嬉しい。そして何やら静かやなと思ったら、今日は日曜日だったんですね。なんかね、やっぱ曜日感覚がなくなる。あんまり普段ね、そんなに曜日感覚のない仕事してるからね、もう何曜日かよくわかんなくなっちゃうんですよね。めちゃくちゃね、静かな街です。今日は曇りっていうのもあってね、多分ね、めっちゃ静かなんやと思います。ちょっとね、早めに出てきたんでね、朝ごはん行きたいなと思います。今日はね、風も結構強いんでね、こういう感じで至る所に葉っぱが落ちてます。秋もね終わりを感じますね。今日もね中尾さんにお世話になろうかなと思いますが、すぐ横にね何やら新しい焼肉のお店ができてました。焼肉ってね、そういえば久しく行ってないなと思って、また今度ね行ってみたいなと思います。
はい、阪急のね桂駅に来ました。京都にね近い駅ですね。初めてこの駅に来てるんですけど、中尾さんがねいきなりあってめっちゃなんか安心感がある。あ、大阪王将もありますね。少しね時間が余裕があるんで、ちょっとねカフェでも探しながらブラブラしたいなと思います。なんとパン屋さんに来ました。こんなパン屋さん来るの久しぶりですね。これはスイートポテト、これは何やらよくわからん。いただきます。はい、何やら芸大前というね駅で降りたんですけども、こっちで合ってるのか、一緒にね降りた方についていこうかなと思います。いやー結構葉っぱが散ってますね。うん、秋の終わりを感じるなこの感じ。ここが学校かな。あ、京都市立芸術大学って書いてますわ。ここですね。ここの校門で待ち合わせって言ってるんですが、校門ってこれかな。まあいっか。はい、仕事が終わってね神戸に帰ってきました。いやー結構遅くなっちゃいました。多分ねネルとメイがね待ちくたびれてるからダッシュで帰りたいなと思います。お家到着です。よし、ただいまただいま、お待たせ。へいへいへい、よいしょ。うわいや最後か、お待たせ。最後はい、ご飯。よいしょ。よし。なんかね、ネルがご飯食べるときにね毎回こうジャンプをしてね早くれ早くれっていう感じがねもう板についてて、もう毎回 100% あれするんですよ。で結構ご飯を用意している間からこうジャンプしてるからもう10回ぐらい飛んでるんですよ毎回。ネルの年齢は人間換算すると50代らしいんですけど、あんまそういうの感じさせないんですよね本当に。メイちゃんはね40代ぐらいらしいんですよね。でも本当に感覚的にはまあ、ネルは30代後半ぐらいかなんか体力あるなっていう感じがしますね。でメイちゃんは本当にまだまだバリバリ30歳ぐらいのなんか行動力があるというか、なんかそんな気がします。
やっぱジャックラッセルテリアのね特徴なのかもしれないけど、全然年を取らないですね。ほんと運動能力に長けてるなっていう気がしますね。割とねこうがっつりねもう走るときはねブワーってめっちゃ走るしねまあでも休むときは長く休むようにはなったか。ほんまに面白い犬種だなって思いますねじゃじゃん、本日の夜ご飯はこちら。何やらすき焼きお弁当にブロッコリーとかのサラダ、そして赤だしです。結構ね夜遅いねスーパーだったんで激安でした。全部込みで500円いかんぐらいでした。今日も安定の横で待機ですいただきます。すき焼きのねタレがついたお米です。はい寝る。よし、はい、みーちゃん。よっしゃうまい。ねるさん、どうですか調子は。ねるさんは良さそうやな。みーちゃん、調子はどうですか。絶賛ヒート中って感じやな。よう丸まってる。この調子じゃないな、なんか。こういう感じで、布団にね、血がついてます。ちょいちょいね、出てるんですよね。まあでもだいぶ薄なってきたな。多分ね1週間ぐらいしたらほとんどなくなるような気がします。また近々洗濯しに行こう。明日でもしに行こうかな。この時期はねこまめに洗濯しに行こうかなって感じですね。ということでそろそろ終了したいなと思います。めいちゃん元気か可愛いな。めいちゃん可愛い。いやー今日はね疲れました。本当に結構移動したんですよ。京都まで行ってね帰ってくるっていうので割と多分3時間ぐらいかかってるんですよね。移動3時間するってなったら結構疲れるんですよね。途中まあ音楽聴いたりとか、まあ、本読んだりとかね YouTube 見たりとかねしつつ行くんですけど、なかなかね大変です。でわざとねこう立ってみたりとかしてね、やっぱずっと座ってたら余計しんどくなるからね、もうちょっと時間に余裕持ってね移動がある日はスケジュール入れたいなって思います。それでは最後まで今回もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録高評価そしてコメント何卒よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。